続いては矢掛町の太陽美術館で開催されている宇宙展のご案内です。矢掛町にある太陽美術館では現在5月5日までの会期で宇宙展と題した作品展が開かれています。かつて漫才コンビチャランポランとして頂点を極めた大西光仁さんですが、5歳の時から絵を描き続けていました。55歳の時にスペイン・バルセロナに向かい、本格的に画家を目指すことを決意。2008年に漫才コンビを解散し、2016年からは岡山県矢掛町を拠点に画家・太陽として活動を続けています。作品の展示にとどまらず、自宅のあらゆるスペースにも独自の世界を描いています。そしてコロナの感染拡大が続き、自粛ムードが続く中、宇宙展を企画した大西さん、その思いを聞きました。それはね、最終的にはね、僕ら絵の具で例えると最後を出すのが怖いの。明日まだ使うように置いときたいという気持ちがある。これをチューブを全部ギュッと絞り切って最後ハサミで切るんや。ほいで残ったやつをスプーンでもええから出して、それで絵を描くん。そうすると最後これしかないと思いますよ。明日どうなるか分かりません。でもその時にエネルギーが入る。だから最後突き抜けるには出し切るっていうことや。出し切ったら必ず次の日にまた新しいものが入ってくる。これが宇宙の法則なんです。これが怖い、恐れ、これからで不安やから残しておく、これがダメになってる。だから突き抜けようと思うから出し切るんです。自分のエネルギーを全て今日一日出し切って、そして寝る、出し切ることなんです。この絵見てください。突き抜けてる。全部絵の具突き抜けて出したんです。もう絵の具はないんです、この家には。それがこの絵なんですよ。今年1月17日には還暦を迎え、盛大なイベントを開きました。その後自宅の事務室にも絵を描き始め、3月からは宇宙展を開催しています。還暦と同時に画業55周年を迎えた大西さんに、この作品展の意味について聞きました。うわっは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 。これどういうことかと言いましたら、還暦を迎えてから私はとうとう一つの山を越えましてね、宇宙という山を突き抜けたんです。もうどないにでもなれというね、そういう気持ちになって、そういう時にね、家の中で一番暗い場所を探した。その暗い場所を明るくしてあげようということでこの部屋だったんですけど、自分いろんな荷物が置いてあったんで、それを全部外へ出して、そしてまずはですね、このど真ん中から書き出したんですね。宇宙の源、ここの白い光、これが雨の源が住んである宇宙の創造主の光でございます。ここの光から渦巻きを描いて、宇宙というのは右と左で宇宙がぐーっと回ってるんです。そしてここからバーンと宇宙がビッグバンをするわけですよ。爆発をするんですよ。それがこの爆発が天井まで全部突き抜けて、そして天地が一つになって、宇宙は愛とエネルギーだけ、法律も規則も何にもないです。ただ愛のエネルギー、これを皆さんに見せてあげたかった、表したかった、表現したかったんですね。だからここへ来ると、まあコロナウイルスで困った方も鬱になった方も、ここに来るとエネルギーを感じて、いや下からよしやるぞ、なんとかは僕もなんか一つやってやるぞという気分になる部屋を作ったんです。愛とエネルギーの部屋、大宇宙爆発です。どうぞお越しください。5月の5日までやっておりますよ。ありがとう。